はい皆さん、こんにちは、こんばんは。ここんキャんでるのしょうが。今日は、地中海閉鎖、欧米側全滅をお送りいたします。よろしくお願いいたします。まあ、地中海がですね、危ないですよね。あんまり、あのー、はっきりといろいろ言えないので、 まあ、いろいろと言葉を変えて、えー、特会、非っしながらお話ししたいと思います。えー、ふーちゃんがですね、まあ、暴れてるんですよ。で、あのー、バブマン海峡はもうダメですね。後悔も危ないもうダメ。うん、で、スエズ運河ももう全然戦績通ってない。ま、あそこら辺でドンパチ、もうものすごい勢いで毎日やってますからね。で、とうとうスエズ運河から地中海に出ちゃったんですよね。ふーちゃんファミリーがね。 でここでもやるぞと言って宣言しました。で宣言して、もう今日明日もやるでしょうね、もうあの始まると思いますけど、地中海で,で。地中海もドンパチやると言ってるんですよ。で地中海でドンパチやると、まあ,あの、もうね、イスラちゃん狙いでやるって言ってるけど、まあ、何やるか分かんないのでねあの、もうヨーロッパ全域がおかしくなっちゃうんですよ。 あそこら辺でトンパチャって言われるとあの、とんでもないことになるんですよ。いやだけど、ふーちゃんたちはそれがね、まあ、狙いなんでしょうねあの。もう圧力をかけてかけてかけて、ね。あのまあ、ふーちゃんたちの国もね、だいぶやられましたからね、10年ぐらい前からね、どんどんやられてね、あのひどい目に遭ってるので、であとは、あのね、イザラちゃんのところがなんかやっている。 ね、一般の人々にやってるじゃないですか。で、あれを止めたいっていうことで必死になってるわけですよ。だから、あの、その、やられてね、何にもしてないのに、ね、あの、上からどんどんバンバンやられてね、ギャーって言って逃げて、ね、子供もいて、食べ物もなくて、水もなくて、同じようなことを経験してみろよ、お前たちみたいな感じなんでしょうね。で、もう地中海でやれば、そうなるだろうと、多くの国がね。で、あの、身をもって、 考えてくださいということで、まあ、地中海に乗り込んでいきました。ね、これはもう止めらんないですよね、誰もね。で、地中海で、まあ、ドンパチを始めるんでしょう。そうすると、何がどうなるかっていうとね、あの、もう本当、原油、あの、天然ガス。で、まあ、もう今、オリーブ油とか、ね、ものすごいオリーブオイル高くなってますけど、まあ、あそこら辺で全部作ってるんでね、まあ、オリーブオイルはもう来なくなるでしょう。日本にはもう来なくなるんですよ。 まあ、オリーブオイルぐらい来なくてもね、他の油使えばいいんですよ。なんでもいいですよね。もう、なんでも。で、まあまあ、向こうの、まあ、ドウ関係ですよね。あとはね。うん、まあ、イタリア、フランスのワイン的なものとか、ブドウ関係の商品とか、それも来なくなるでしょう。で、あと、フルーツ系は、あそこら辺でいっぱい作ってるんでね。ギフトとかも関わってね。あの、ヨーロッパとかで。だから、フルーツ系の、まあ、ドライフルーツにしたものも、生のものも、まあ、もう来なくなるでしょう。 まあオレンジだとかそういうのも、まあ、今だからオレンジ入ってきてないのもそんな理由なんですよ、本当はね。あの作物の不作だけではないんですよ。で、まあまあ、いろんなフルーツがもう来なくなるでしょう。食べ物もそうです。で、まあ、あのいろんなことをちょこちょこっと調べてる人はね、うん、でも原油とか天然ガスとか、あのまあ、ヨーロッパは確かに大変かもしれないけれども、え日本って結局オーストラリアとかね、 インドネシアとかですね、まあ、そういうところから石油とか天然ガスね、まあ、多く入れてるんだから、あんまり関係ないんじゃないのアメリカからも入れてるしっていう人がいるんだけど、まあ、確かにね、あのエネルギー関係はそういうところが多いんですよ。あの向こうの地中海は通らないっていうのはね。あの他の商品的なものっていうのは結構、あのバベルマンデブ海峡とかスエズ運河とかね、まあ、地中海の方を回っていったり、まあ、アフリカ周りで来たりなんかも今遠回りで来てるんだけど、 あと、まあ、ホルモン街道ですよね。うん、まあ多いんですよ。だけど、あの、石油はホルモン街道が8割ぐらいでしょ。で、天然ガスに至っては、確かにね、オーストラリアとかそっちの方多いんだけど、これがね、もらい事故を起こしちゃうんですよ。もらい事故。あの、他の商品もそう。いろんなものもね、も果物だろうが何だろうが。どういうことかっていうと、まあ、アメリカからトウモロコシと牛肉をたくさん輸入していると。 で、それは、じゃあ、あの、関係ないじゃないかと。地中海とか回ってこないんだからね。安定してるんじゃないのかと。まあ、円安で確かに今、高いのかもしれないけど、まあ、量的には、あの、来るんじゃないのっていう話じゃないですか。うん。あの、確かにね、理論的には、理屈的にはそうなんだけど、これはね、あの、公開してないので、あの、政府の中の秘密ということで処理してるので、あの、皆さん、一般の方は知らないんですけど、えっ、ー、とね、3年ぐらい前になりますね、今からね。 3年前にね、LNG ってあるじゃないですか。液化天然ガス。で、あれの奪い合いになったんですよ。結局、あの、熊野プーさんのところが、まあ、あの、ドンパチ始まったりとか、まあ、いろんなね、問題が、なんか、浮上ね、したりとか、なんか、いろんなことがこう、起き始めてで、その3年、2年前、あの、結構、大変だったんですよ。あの、LNG がね。で、あの、奪い合いになって、 で日本は長期契約をしてるんでね、安心してたんですよ。ところがね、あのアメリカのところが圧力をかけてきて、いや、お前んとこ長期契約とか言ってね、自分のところだけあのガスを今まで通りね、輸入してるんじゃないよと、あの世界を見なさいと、で同盟国である、ね、あのヨーロッパの諸国が困ってると、それでよく平気でいるなと怒られたんですよ。 でああそう言われても、でも私たちは天然ガスをたくさん使うんですよって言ったんですよ。あの岸田さんがね、言ったんだけど、そんなあの変なへりくつないだろうと、みんなが困ってるんだったら分け合うのが当たり前なんじゃないかって言われて、あの日本に来る船籍を向こうに回すように言われたんですよ。で、断れないんですよね、そう言われると。ああ、わかりましたということで。 あの今までその天然ガスで発電していた沖縄なんかそうですよ、それまでは天然ガスの割合が高かったのに、いきなり急遽石炭発電に急遽切り替えてくれって言って、沖縄はあのそれから6割を石炭発電にしたんですよ。これ、あんまり表に出てないことであの、あちこち、沖縄だけじゃないですよ、あの東北電力もね、石炭発電増やしたんですよで。今でも石炭発電を増やしたまんま来てるんですよ。 で、天然ガスをちょっと抑えようじゃないかと。で、かあった時に、また同じような目に合うんじゃないかっていうことなんじゃないですかね。で、天然ガスはちょっと増えてきたんだけれども、元に戻ってね。一回そういうことがあったんですよ。うん。だから、あの、その、同じことが、絶対にまた起きるわけですよ。そうすると、天然ガスだけではないですよね。いろんなもの。食料もそう。ね。あの、トウモロコシもそう。 アメリカから出している牛肉やトウモロコシ、オーストラリアから牛肉とか肉を出していると。で、それも、あの、日本がそんなにいっぱい、あの、輸入するんじゃなくて、ヨーロッパの方がおかしくなってるから、食べ物が向こうにはなくなってきてるので、向こうに優先的に送って、あの、やってもらいたいと。で、日本と契約してるのはわかるけれども、その中で、あの、何トかは割いてくださいということが、 起きます一回もう起きてるんで、で、それは断れないです。同盟国なんでね。だから必ずそれは起きるんですよ。で、今、地中海、バベルマンデブ海峡、航海、製ズ運河が全滅しそうなんですよね。でち地中海これからですから、まあ、どれぐらいのか,かなりのこうやるって言ってるけど、うーん、まあ、ヨーロッパの戦績に対しては、 あの何かやるとは言ってなくて、イスラちゃん関係は必ずやると言ってるんだけど、どこまで拡大するかって誰も分かんないわけですよ。うん、だから、ね、何かが起きてしまって、どんどん拡大していくのかもしれないし、分からないですね。だこれはね、影響はかなり出ます、これから、間違いなく。で、まあ、食べ物だったり、いろんなものに、だからまあ、もう全世界の貿易ですよ。貿易の商品に、 もう天然ガスだろうが石油だろうがね、トウモロコシだろうが、牛肉だろうが、オレンジだろうが、オリーブオイルだろうがね、全部に影響してきます。だからその中でも特に高くなっていくものが目立つということはあると思いますけれども、まあ、日本だけがあの今まで通りの輸入量で安定的な輸入ができるというのはもうないと思いますね、それはね。世界的にそんなことを許されなくなるわけですよ。 うん、だからねあの、それを考えると、必然的に物は減っていきますよね。これは目に見える我々が直接商品としてね、オレンジだったらオレンジ。ね、それを輸入する。で、そのオレンジを食べる。というあの、いきなりもう元からずっと形が変わらないものと、あとは、まあ、それを利用するということですよね。例えば石油なんかそうですよ。原油で輸入してね。で、それを生成して、 灯、ね、油にしたり、ガソリンにしたり、あのプラスチック製品にしたり、いろいろ分けてるわけですよね。生成してね、生成の結果ということですね。だからそういうものと、ちょっと加工して手を加えてね、あの末端の商品は、その原材料として輸入して、末端の商品はいろんなものになるというね、あのその2つ、2種類があるわけですよ。輸入というのはね。うん、だから、金属的なアルミニウムとかね、まあ、そういうものも車のシャーシになったりとか、 ね、あのいろんな部品、冷蔵庫の中の部品に取り付けられたりとか、まあ、いろんなところで使われているわけですよ。でそういうものが全部足りなくなるので,で、アルミニウムがだから輸入できないと何が起きるかっていうとね、あのそういうあの車だとか、まあ、オートバイとか自転車とかね、いろんなものがその冷蔵庫とか洗濯機の一部とかね、あのその部品がないと、 感染しないんですよ。だから、とんでもないことになるんですよ。これはね、あのじわじわなってるんですよ、今。だけど、まだ本格的にドカーンってなってないだけで、じわじわ商品的に来てるんですよ、あっちこっち。で、商品の数が足りないんですね、今ね。でも、これはね、地中海であの彼らが暴れた場合には、ものすごい勢いで出ますよ、影響は。びっくりするぐらい。 で、まあ、ホルモン街道が飛んじゃっても、もう驚くべき。まあ、ホルモン街道は日本の場合はエネルギーになりますよね。でも地中海の場合は全商品に影響してくると。だから直接アメリカから入れてるから関係ないんじゃないんじゃなくて、今の話だとね、そのヨーロッパがもう、あの、そこの中で輸入ができなくなって、あの、足りないと。だからもういつもはカナダとかから入れないけど、じゃあカナダ産の木材を入れるかなとかね。 そんなことになるわけですよ。そうすると、カナダから、いや、安定的に契約、長期契約でも材を入れてるんですよって言っても、いやいやいや、それはね、今もう世界が混乱してるので、あの、もう契約してるとかうんぬんじゃなくてね、分けてあげてくださいということになってしまうんですよね。だからそうするとかなり削れていきますよね。で、あの、なんでそれが心配かっていうとね、日本人っていうか日本は、 あの、皆さんが考えているよりも、あの浪費してるんです。いろんなものを。ものすごい勢いで。あらゆるものを。なんでしょうね。もう、脳天気になっちゃったんですよね。<laughs> あの、わかんなくなっちゃってるんですよ。あの、まあ、水もそうじゃないですか。ね。あの、前の動画でもお話ししましたけど、お風呂に入るっていうこと自体が、すごいことなんですよ。世界的に見たら。 要するに飲める水を風呂桶にね、バスタブに溜めて、そこにバッシャーンと入るんですよで。人によっては溢れさせちゃってますよね。バシャジャジャジャーンって言って。で、かなりの勢いで、かなりのお湯、水がね、排水口に吸い込まれていくんですよ。新しいお湯がね、入れた。それでも、うわー気持ちいいとか言いながら、何にも気にしないでしょ。そんな国なかなか、や、 あるんだけど、世界でもいくつかしかないんですよ、そんな国は。本当に。だからほとんどのね、90%以上の国はね、あの、そんなことできないんですよ。シャワーも気にして、ちょっと出しては止めて、洗ってから、またシャワーを少し開けて、そんなジャーって出せないんですよ。もうちょろちょろですよ、本当に。冗談じゃないんですよ。イギリスも本当にそうだったの。ちょろちょろなのよ。で、みんなが驚くような、 あの、短時間なんですよ。だいたい平均で3分から5分じゃないですか。シャワーを浴びる時間って。本当ですよ。だけど、それが当たり前なんですよ。ヨーロッパでは少なくても当たり前なんですよね。まあヨーロッパでも水が豊富なところあるけれども、まあ少ないですよ。だからもう当たり前、常識なんですよ。それって。これアメリカ行っても同じですよ。アメリカ行っても同じぐらいしか出ない。 で地域によっては本当にあの出るか出ないかみたいなね、あのところもあります。でもそれも当たり前なんですよ。本当なんですよ。だからそんなにね、あのどんどんあの水を使うっていうことはできないし、しないですね。ないんですよ。でも生きていくためにはどうしても水が必要じゃないですか。ね、でもその水をね、飲める水を風呂桶に貯めて、 うわーとか言ってね、バッシャーンとか言って、下手したら上の4分の1ぐらいがなくなっちゃってるぐらい溢れ返しちゃってね、排水口にグワーとか言ってね、吸い込まれて、平気な顔してね、悪いとも思わない、反省もない、当たり前のように、うわ、気持ちいいとか言いながらね <laughs>、何が気持ちいいんだよね <laughs>。本当にいや、外国人から見たら、あの、 あの、おかしいんですよ。おかしいの。本当に。まあ、ね大変なことをしてるんですよ。で、それだけかと思ったら、そうじゃないですかシャワーも、バーっと出してね。ジャーっと。で、頭を洗ってる間も、頭を手で洗って、泡立ててる間も、もう横にシャワーが出てるんだよね。全開で。シャーって。だるんらるんらるん、ローロロロローってこうやって頭洗って。 本当あの、イギリスでね、それやったらね、間違いなくね、放棄でね、殴られます。あの、おばあちゃんが、風呂場までやってきて、風呂場の窓をバーンって足でガーンって開けて、お前何してんじゃーみたいな感じで嘘じゃないですよ。本当ですよ。危ないよ、そんなことしたら。まあ、ありえないことなんですよ、それは。まあ、だけどね、日本はやっぱり水は、だから豊かだということな、まあ、豊かだったということだね。 その癖がついちゃってるんですよ、代々。これはね、水が下手に豊かだったから、そんななっちゃったんだよね。感覚がね、おかしくなっちゃったの。でも今はね、これからフランスの会社がね、水道の権利をあの買い取って、管理して、どんどん水道がね、民営化されて、値段がね、5倍、10倍となっていきます。なっていきますよ、各地ね。だからそれが起きると、やっぱり水が、いや、水大変だなってなって、 って行くんじゃないですかその時に初めてね。水がいっぱいあるとかないじゃなくて、値段が上がっただけでね。本来はね、値段が上がる、上がんないじゃなくて、やっぱり丁寧に水を使っていかなきゃいけなかったんですよいや。電気もそうだよ。だから電気もね、若いあの人たちは、あの、きちんと消す人もいるけど、半分ぐらいがもう電気はつけっぱなしでね、過ごしてる。これはね、あのー、子供の時から、 あんまりその電気消したりとか、なんか節約したりっていう意識がなくて、まあ親が電気代払ってたからね、わかんなかったんですよ。その電気の大切さというのをね。で、それを知らずに来ちゃったんですよね。で、そうすると、まめに消したりとか、ね、あ、節電してこうしようとかいうことをしないで来ちゃって大きくなっちゃった。そうすると、自分も大人になってから、電気代を見て初めて、うおー、何この電気代って言って、 いや、なんか節電っていうかなんかしなきゃいけないのかなっていうふうになる。うん。だからまあ、自分でね、まあ電気代が高いから節電するっていうんじゃないですよ。水と同じで。そうじゃなくて、やっぱりエネルギーとか、その食料もそうだし、水もね、自分から、いや、もったいないんだよね。あの、ちゃんと丁寧に使わないとっていうふうな意識を持つっていうのが大事だと思いますよ。そうしないとね、これから来る試練は、 ちょっとやそっとでは乗り越えられないですよ。だって、もうコーヒーがね、あの、末端の価格で、あ、これ言うとみんな笑う人いるんですよね、末端価格。だ、だってそれ日本が合ってるんですよ。これわざと言ってるわけじゃないですよ。なんか危ないものを扱ってるみたいだけど、そういうふうに言うんですよ、末端価格って。要するに末端の価格ってのは皆さんがコンビニとかスーパーで買う価格ですよね。 その末端価格がね、<laughs> 危ないもの売買バ,イバイっしてるみたいだけど、末端価格がね、上がるの、コーヒー。すごい勢いで。今月からえ。5月、6月、7月と、多分20%から30%ぐらいずつ上がってきます。だから早い話、7月になったら今の倍になってますよ、コーヒーは。本当に。だからあのー、500円のパックだったら、コーヒーのね、 あの豆とか、または粉にしたパック、500円ちょうどのを買ってたとするじゃないですか。あの7月の終わりには1000円になってます。2倍ですね。うん、約2倍になってますね。これはね、いろいろ、あのまあ、カカオ、コーヒー、オレンジ、まあ、似てるとこあるんですよ。あの高温だったり、水不足だったり、あの植物の病気だったり、あとは、まあ、あの労働者の不足だったり。 あとは、まあ、輸入のね、あの、もう船で運んでくるのが大変で、ね、コストがかかりすぎてとか、まあ、いろんなことが重なって、そういう値段になっていくんですよ。でもこれはね、オレンジとかオリーブオイルとかコーヒーとかカカオだけではないんですよ。他の商品も、じわじわとそれに追いつこうとしてます。全商品。まあ、大変なことになりますよ、だから。これはね、ーあのー、 まあ、お米ももうね、どんどん今なくなってきてるでしょだから今スーパーでお米を見て、あの、いつも食べてる美味しいお米なんだよねって言って買われてるお米は、なくなりますよ、まもなく。だあの、あるうちに買っといた方がいいでしょうね。これトイレットペーパーと同じようにね、あの、なくなるので、今のうちに買っといた方がいいって言ったら、いや、まだいっぱいあったよとか言って、何か寝ぼけてる人がいるんだけど、 今あるから買っておいた方がいいですよって言ってるんですよ。あの先を見てね。だなくなってからは言えないんですよね。なくなってからオレンジをね、買った方がいいですよとおかしいでしょだって。<laughs> ないんだから買えないんだから。からお米とトイレットペーパーまだかろうじてあるわけですよ。ティッシュペーパーも。だからいっぱい買っておいた方がいいですよ。今迷惑にならないからね。まだいっぱいあるとこあるから。ね。 で、そんなだってあるんだもん。なくならないじゃない。いや、なくなるから言って、わかんないよ、ね、そういう人ってわかんないんだよね。何回言っても。どうしたら、頭が硬いのかなねえ、カチコチなのかな <laughs> いや、本当に、あの、近いうちに消えていくんですよ。だから今のうちにいっぱい買っておいた方がいいんじゃないですかね。おそらくね。い、ま、ろ、あ、んな商品が、あの、今はまだ豊富にあるお店いっぱいありますよね。 で今日も、えー、とダイソーというお店にね、100円均一のお店行きましたけど、まだまあ、いっぱいありましたよ、うん、あの近くのダイソーはね、いろんな商品がね。それは棚に今置いてあるやつが、急に全部消えるわけないですからね、みんなが焦り始めて、あ、これもあれもいるなと思ったら、どんどん消えていくので、みんなが気がついてね、世の中が本当、地中海もなんかドンパチが激しくなったりして、 本当におかしくなっていったら、まあ一気にどんどんなくなっていきますよ、いるものからね。でそうなってからだと手に入らないし、探すのも大変じゃないですか。ね。だから、まあ今のうちに買っておいた方が楽だし、揃えておいた方がいいですよね。どう考えてもね。まあ値段は多少ちょっと今、もう高くはなってますけど、まだあるんですよ。まだ探せばあるので、ね。あの、 どうしてもこれはいっぱい使うよ。うちは気に入って使うんだよとかね。あのコーヒーもそうですよ。私なんかもそう。あのコーヒー毎日飲むんですよ。そしたらね、あのコーヒー豆買っておいた方がいいじゃないですか。自分の好きなコーヒー豆を。まあ、そんなに3年も4年も持たないですけど、まあ1年ぐらい全然持ちますからね。あの、まあ味はちょっとだけね、酸化していくので、ちょっと味落ちるけど、まあそんなにはものすごい落ちないですよ。1年じゃ。うん。だ1年はギリギリ耐えられるので、 まあ、一年分は買っておくとかね。その方が、コーヒー毎日飲めるのでいいんじゃないですかね。どっちに立って二倍になっちゃうわけだから。二倍で止まればいいですよ。七月二倍で。止まんないと思いますよ。あの、三倍、四倍ってなっていきますから。そしたらコーヒーなくなりますしね。その三倍、四倍で買わなきゃいけないのとコーヒーなくなるんだったら、今のうちにね、二倍、三倍、四倍ってなっていく前の、今、一の状態で買えるわけだから。 一年分買っといたって損しないですよね。だって二倍になるんだから間違いなく。間違いなく七月になるんですよ。だったら、ねあの、半分の値段で買えるわけですよ、今。それ今買っといた方がいいですよね。どう考えてもね。うん、だからそうやって、あの、ちゃんと試行品っていうかね、自分の好みのもの、ね、いっぱい、自分はこれ食べたいとか飲みたいとかね、いっぱいこれは必要だし、なんか壊れてしまったら次、 なんか探して買えなかったら困るなというものを、まあ、いくつも買って揃えておいた方がいいと思いますよ。まあ、そうしないとね、あの、慌てちゃうかもしれない。私、釣りやるん、ん釣りが好きなんですよね。川釣りでも海釣りでもね。だから、あの、釣り道具、あ今日も釣りの糸いっぱい買ってきたんですよ。だって、 糸がないと釣れないですよね、釣りってね。まあ、竿はね、あの竹林があるんですよ。あの、うちの土地の中にね。細い竹からいろいろ生えてるんですよで。それで竹竿で釣り、あの、の釣り竿を作ったんですけど、この間。いいです調子いいですよ。まあ、だから糸と針と重りがあれば、なんとかなるんですよね。魚が釣れるんです、川で。うん、だから、 糸がないとね、まあ、針は何百本ももう、あの、貝針を買ったんですよ。400本買ったのかなだから、ま、針はまあ当分大丈夫だから、まあ、糸はね、自分で作れないんでね、糸だけは何とかあった方がいいので、大量に今日糸を買ってきたんですよね。うん、でもそういうふうにしとかないといけないですよね。そうしないとね、あの、魚も釣れないじゃないですか。で、いざとなって、ね、あの、あれ石油でできてますからね。 だから、まあ、石油が入ってこなくなったら、釣りの糸も不足したりなくなったり、まあ、消えてっちゃうと思いますよ。うん、そうすると、魚を釣ってね、サバイバルで、自分で海とかで釣って食べるっていうことはできないじゃないですか。あの、海釣りでも竹竿でも釣れるんですよ。みんな、あの、リールじゃないと釣れないと思い込んでるだけで、あんま関係ないです。あの、岸壁とかね、そういうところから、あの、竹竿で、 長さ、糸の長さは、まあたい5メートル前後、まあ5メートルぐらいかな。うん、それぐらいで重りつけてね。で、餌そこら辺で拾ってきたら何でもいいですよ。虫かなんか引っ掛けて。で、投げ込んで、まあ、釣れますよ、そういうわけで。あの、浮きとかいらなくて、あの、かかったら分かるんでね、完食で。で、あげりゃいいんですよ。あの、かかるんで、魚にね。うん、まあだから何が釣れるかは、何が出るかな、何が出るかなで、まあ、 お楽しみ。<laughs> 小坂井一輝さんでしたよね。あれなんだ、ご機嫌うかなんかだったかな買おうかなんかでやね、スポンサーがね。あ面白い番組でした。なんかサイコロかなんかをね、そうそう、転がすんですよね。いや懐かしいですね。あの番組も長寿番組だったけど終わっちゃったんですよね。あれね、そうですね。お昼過ぎかなんかのね、番組で。ね。まあまあまあ、本当にね。うん、まあもう全般的に、 大変になりますからね。とにかく、あの、いろんなものをストックしておくっていう癖、これをつけておいた方が絶対いいです。本当にあの、もう始まったら早いですから、その時にね、えっ、ー、と、あれがいるかな、これがいるかなって買い集めるよりも、今まだ値段がね、まあ上がってるって言っても、まだ買える範囲ですよ。本当に。うんだから 値段が上がってるからって言って、なんかビビっちゃって買わないっていうのよりも、これからもっと上がるわけだから、買っておいた方がいいですよね。で、いろんなものをストックしておかないと、自分の趣味のものとかね、また、あ、は生き残るためにこれが必要だとか、なんかそういうものも、まあ買っておいた方がいいですよね。どっちにしてもね。うん、あのー、いろんなものですよ。本当にいろんなもの。ね。まあなかなかね、あの場所があとは必要なので、 本当にいろんなものを買っても、置いておくね、備蓄をね、あの、備えて置いておく場所っていうのが、まあ、現代の家屋だと限られてるじゃないですか。これは本当大問題ですよ。場所はね、特に水を蓄えようとすると、水はね、どうしようもないですよね。大量に使うんでね。うん、だからこれは本当にね、大問題ですよ。ここに違うんでね。 何かすごいいいアイデアないですかとか言っても、水の場合はないですね。あの蓄えるんだったら蓄える。井戸掘るんだったら井戸掘る。もう、あの何種類も用意するんだったら、井戸蓄える。雨水、タンク、もう全部やるとかね。まあ、本当にね、あの個々によってやれるものが違うから、これはいいですよとか言ったって、できなきゃしょうがないですよね。雨水タンク、400リットルタンクとか言ってね。 アパートで暮らしてたら、そんなものを設置できないですもんね、どこにもね。200リットルだってできないですよ。でかいよ、200リットルもタンクが。だから無理なんですよ。一軒家でね、もう相当広い土地があればね、それは400リットルのタンクでも200リットルでもね、1トンでもね、できますけど、普通の家庭ではなかなか難しいですから、本当にね、いろんなことを考えて工夫してっていうことしかないですよ。 水は大変。ほんと水大変。飲み水を確保するだけでも大変ですよ。飲み水をね、半年一年分とか確保するってもう本当にすさまじく大変。それは。うーん、だからね、ま、いろいろ考えていかないといけないですよ。ね、食料と水はでも基本の基本ですからね。その二つがね、ちゃんと解決して備蓄できない限りね、あの、未来難しいですよ。 生き残るのは。ほんと、あの、他のもの全部できたんですよ。食料完璧ですよ。いやー、でも、あの、水だけがとか言ってる人いますけど、いやいや、水が大事なんですよ。食料と水が。水が解決しない限り完璧とか言わないですよ。あー、ほんと、水は大変。もう電気より水。だって、電気なくたって命は大丈夫ですもんね。水がなかったら命は危ういですよ。 水は大事。うん、だから水の問題が電気よりは先ですよ。絶対先。うん、だからね、食料と水、ね、この2本柱。これを本当にね、自分なりにある程度完成させていかないと仕上げないといけない。これ気合を入れて全力投球じゃないとね、近いからね、もうね。危ないですよ、皆さんね。心して用意してかかってください。応援してますんでね、頑張りましょう。心は柔らかく。 気持ちは強く、前々へ進んでいきましょう。応援しますんでね、頑張っていきましょう。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。